りあえずガチャだけ引いていけばいいと思うんですけど、まあ、まあ、もう本音的に言うと、思ってないけど、なんかね、ガチャしか引けん。この、まあ、ジェリーウィンズとか、お前、このためだけに始めたのかってなるかもしれないけど、容量の関係とか、スマホの関係とか、そういうので、データがね、あんまり残せない。で、引き継ぎデータこそは残ってるけど、なんか他のゲームやりすぎてて、そっちが、なんか、もうよく環境、昔はやってたりとかしたけど、環境についていけなくなって、ちょっとやるにやれないっていう感じのゲームが多い状態だね。で、まあ、いろいろ、まあ、適当にやれてるって感じだね。まあね、じゃあ今回はね、オセロニアのガチャを引いていこうと思います。ここで逆に、またなんか出たら、もしかしたら、しっかりこのオセロニアも出せるかもしれないし、それこそまた結構ガチってなると、最近やってないとかね、そういうのも、徐々に何かやっていくかもしれんから、それも、なんかまだ、プレイ動画とか、やっぱりちょっと勇気がいるんですね、やっぱり。運だけじゃなくて、実際その人が上手いかどうかとか、そういうのも、やっぱり評価されるとか、そういうのにも関係してると思うから、そこむずいところよ。うん。知らんけど。よし、じゃあ行こう。なんかね、調べたところによると、なんか、この、あれだ。なんていうの、この昭和のバレルの、こいつ新しく出てきた。あとこの、アスリーンとかいうのとか、左上の、なんか、わかるかな、白い金髪のやつ。金髪の子ね。これも、これとかも強いらしい。パッと調べただけではちょっとよく合ってないかもしれないけど、この辺出たら嬉しい。何言ってんの、強いのが出たら嬉しいから、待って。でもまあ、いや、あんまり開かないっていうのがあるから、石は消費しておきたい。あと、コラボの時とか、あとちょっとなんか、スキーフォームで、チョコマパレードで、ちょっとかどっかには、開いていきたいと思う。うん、基本的にログインはなんかいろんなゲームやってるから、ね、そのログインボーナスとかでもらえて、出たらいいなと思ってる。あと、マジでガチレベルぐらいの、全部のゲームをガチレベルぐらいの時間が欲しい。いや、一体ぐらいなんかできてる。あ、降りてきた。来ました。いや、来るよ。はい、で、ブリブリしてます。あれ、ブリブリしてます。あれ、どういう振ってないの、ないこともあるのかって。1枚、2枚。はい、2枚。いや、これ、金庫。もうこれ、さっき下のやつ見えなかったか？かわいい。爬虫類好きだし、あ、なんかまだ可愛いね。こういう見た目の子も好きだし、爬虫類系も好きなんだよね、実は。いいね。あ、ん？わからん。クローがさっきいなかったか。違うもんね。ああ、パッて落ちた。私は美、幸運、富を授ける女神。私の加護を得たいというのでしたら、まずは、誠意を見せていただきたいものです。ボイスめっちゃ高い。なんか会議とか強いらしいよ。なんかリュウはそんなのね。チュポンとチュポンはとっても仲良し。シャドウバーとかも言ってるんだけど、別にてかまあそのオセロニアと同じような状況なんだけど、こっちもね、ドラゴンよく使ってたから、ドラゴン系やっぱ好きよ、かっこいいかな。チュポンとチュポンはとっても仲良し。ガチ犬じゃん。めちゃめちゃ犬の声だけだ。一回聞く。いやもうこれ外で泣いてても違和感ないで絶対。これ好きだなこいつ。さあこいつ番号もなんかいいね。いいとか並びがいいわ。さっきは下にさ映ってなかったやつ。違うか。あ、違うわ。あ、でも映ってねえわ。あー、わかんねえ。どっちもねえよ。もうガチガチの写真じゃん。そう思う。カメラよ。あー、来てなーい。もう無理だ。はい、まあもうこれで終わるけど、まあ、これ荒れてるかどうかもわかんないけど、まあ、よし、じゃあ終わるわ。ありがとう。よろしければね、なんかまた探してくれたら嬉しいです。ありがとうございました。